はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、ブルさんですね。ひらがなのブルさん。はい、PSG を3つですね。じゃあ、一つ一つね、開けていきます。価格は、間違いございません。はい、会員クーポン価格。ね、やってます。実際ログインしてカートに入れないとわからないんで。はい。そのままチェックアウトしていただければっていうシステムでございます。はい、まあお客様もね、店長もね、あ、光ってる。はい。アイシーじゃない光り方ですから、ここがもうヒットになるかな。いきます。せーの。はい。ソラーさん。カルロス・ソラーさん。グリーンですね。250。はい。シリアルかサインカード。で、サインは他のプロダクトと比べると、まあ、出にくいことになってますんで。はい。そういえば、オッズ見てないな。まあ、ひょっとしたら、シリアルとサインが出る場合があるかもしれないですけど、まあ、店長も初めて見たので、なんとも言えませんが。あとは IC パラ、ミバペさん。あ、IC。これの IC、ね、上位選手だといいね。ネイマールだ。っていうか、わかんないね。はい。IC 出ました。ネイマール。これは、ハイナンバーっていうか、うん、普通にランダムにいっぱい出ますね。インサート扱いではないという。結構ね、がっちり噛んでるんですよ。あ、メッシュ。まあ、箱1で必ず出るかというと、そうでもないので。あ、おお、サイン出た。おお、ファビアン・ルイズ。あ、シリアル来てもサイン出るんだ。ああ、はい。証明できましたね。多分、お客様も驚いたと思うけど、店長の方が驚いたと思います。はい。おー、サインシリアル関係ないね。うん。重なっちゃう場合あるね。はい。目撃しましたね。うん。歴史の証人です。ということで、諦めちゃいけないんですよね。そういうプロダクトだと思います。はい。あ、メッシュ。はい。ちゃんと最後まで確認する。うん、大事ですね。IC だ。あ、ちょっと待って。IC、あ、IC でね。おおメッシュ。さっき IC ネイマールだったもんね。出てるもんね。だから、ちゃんとしたものを、ね、予定数出て、サインがプラスアルファになってた。まあ、先にパックがね、シリアルカードのパックが先に出てきたから、店長がね、開けたから、ね、サインがアディショナルっぽく見えますけど、はい。まあ、先にサインが出てた場合もあるので、ね、っていうやつです。おお、いいっすね。で、2枚、2ヒットパターンも箱であるってことです。要は。よいしょ。ネイマールさん。あ、光ってる。せーの。アンバッペ。はい。いや、いいな。メンツいいっすね。まだお二方目なんですけどね。はい、グリーン。175の55。いいですね。よいしょ。で、まだ諦めちゃいけないんだよね。うん。レギュラーの音だと、ほんとわかんないです。はい。ルーキー。はい。これにも3あるでしょうからね。はい、2箱目も開け終わりました。よいしょ。箱1、アイシーのメッシさん。それにエンバペさん。シリアルが来ました。ひょっとしたら、サイン出る箱みんな、まあ、サイン初めて見たんですけど、サインの箱、サインの箱みんなシリアル入ってるかもしれない。そういうまだ、はい、疑念もございます。もう一枚サインに当たれば、店長もわかる。あ、光ってる。いきます。せーの。うん、ひっくり返ってる。はい、ピンクパラかな。メンデスさんだ。99シリですね。メンデスさんのシリアルが来ました。で、早めにシリアルが来た。で、残りがまだたくさんある。これでサイン出れば、はい。シリアルとサイン一緒にいる可能性が高い。ということになりますけど、どうでしょうか。メッシさん、うん、あと2パックだ。うん、アイシー。はい。ルーキーですね。はい。ペンベレさん。で、ラスト。さあ、どうでしょうね。あ、普通でした。はい。ということで。いや、なかなか、こう。ね、2枚1パターン。他のブランドでもなかなかないと思うんですけどね。はい、ということで、3箱でシリアル3、サインが1になりました。うん、よかった、サイン。これいいよね。いや、これがかなり効いてると思います。メッシさんの配信、箱1。ね。はい、じゃあ、こちらでね、今日発送いたします。またぜひチャレンジしてください。ありがとうございました。